ジョン・ハインド・ジョン・ラッセル・ハインドは、イギリスの天文学者。ハインドは、グリニッジ天文台で、ジョージ・エアリーの下で働き、後にウィリアム・ドーズを引き継いで、ジョージ・ビショップの施設天文台の大長に就任した。1853年から1891年まで、公開年間局の最高責任者として活動した。ハインドの名前について、いくつかの資料では、ミドルネームの末尾の、 L が一つだけとなっている、ジョン・ラスル・ハインドという綴りが用いられている。しかしながら、19世紀のイギリスの天文雑誌では、一貫して、ジョン・ラッセル・ハインドと、ミドルネームの末尾の L を二つ続けている。ハインドは、初期の小惑星発見者の一人であり、生涯で十個の小惑星を発見した。また、変更性の発見者、観測家でもあり、ウサギザ・ール星や、 オウシざ T 星、双子座 U 星を発見し、ケフェウス座ミュウ星が変更星であることを発見した。1848年にはヘビツカイザで新星も発見している。ヘビツカイザで新星が発見されたのは、近代になってからは1604年の超新星以来のことになる。ハインドは第12番小惑星、ビクトリアの命名者であるが、この命名に際して、 論争を引き起こした。命名当時、イギリスにおいてヴィクトリアという名は一般に、イギリス女王ヴィクトリアを創造させるものであったことから、生存している人物の名を小惑星に命名することに対して様々な意見が出された。しかしながらハインドは、命名は、ヴィクトリア女王にちなんだものではなく、ローマ神話に登場する勝利の女神、ヴィクトリアにちなんだものであると主張した。 1863年王立協会フェロー選出。ハインドの業績を称え、彼の名前は月面にあるクレーターと小惑星に与えられている。ありがとうございます。